回目なんで4本失礼します。はい、失礼します。はい、開いてください。ですね、上の歯ですね、真ん中4本の施術をしていきます。術前の状態がですね、真ん中2本がですね少し長くてですね前に傾いた状態と、左のねじれがあることによってですね真ん中にこう隙間ができてしまっている状態ですね。この部分ですねしっかり形を整えつつ、両サイドですね2番目に関してもしっかり形を整えて、真ん中4本ですね綺麗なアーチの花台をですね描くようにお作りしていきたいと思います。はい、噛んでください。はい、カレンダー装着してます。はい、失礼します。はい、開いてください。はい、カレンダーですね4本ですね作成して装着してます。術前のですねねじれた前をですねまっすぐ整えて、で間のね隙間もですね、しっかりきれいに修正をさせていただきます。で隣の歯とのですね段差も含めてですね真ん中4本ですねしっかりきれいなアーチを描くような形でカレンダーを作成して装着させていただきます。最初に細かい形の微調整などを行ってですね、セラミックに置き換えていきたいと思います。噛んでください。はい、セラミック装着してます。はい、入れてください。はい、上の歯ですね、4本ですね、最初のセラミックを装着してます。術前のですね、大きく前に傾いてた、段差ですね、ねじれのあった前の歯ですね、しっかり形を整えて、両サイド2番目と合わせてですね、真ん中4本、綺麗な歯並びを作らせていただきます。今回ですね、材質がフルジルコニアですね、非常に強度の高い材質を使わせていただいてますので、見た目ですね、歯並び、それから強度ともにですね、しっかり、高い仕上がりにさせていただいてます。では、噛んでください。Thank you.